レールガン開発を日本は加速させていますが、アメリカでも新型砲弾の開発を進めています。今回はアメリカ陸軍が開発中の新型砲弾について見ていきましょう。現在、日本の防衛装備庁が開発を進めているレールガンは、将来レールガンの研究として、高初速で弾丸を連射可能な次世代砲として研究開発に取り組んでいますが、2022年12月に公表された防衛力整備計画で、防衛省では今後もレールガンに関する研究を継続していくと明記しています。2024年度防衛予算にも研究費として236億円を盛り込み、日本の次世代装備とするようです。レールガンについて説明します。平行に設置された2本の長い電極棒をレールに見立て、段に金属製の小さな玉体を乗せ、2本のレールに瞬間的に膨大な電流を流して強力な電磁力を発生させます。その長大な反発力により、金属団体を超音速で射出するという単純な構造の方ということです。強大な磁場を発生させて起こる電磁気力、ローレンツ・ツトムで玉体を射出するという仕組みで、以前から SF 小説などにはたびたび登場している電磁砲とも呼ぶべき砲です。レールガンの原理として知られるローレンツ力とは、いわゆるフレミングの左手の法則で表される力のことです。物理の授業で学ぶこの法則は、左手の中指と人差し指と親指を立てて、互いに直行、90度に交わるする関係になった際に、中指が示す電流の流れる方向と人差し指が示す磁場の方向に対して、親指が示す方向が、導体または過電粒子が受ける力の方向を示しているというものです。レールガンは、膨大な電力を瞬時に流すことで、強大なローレンツ力を発生させ弾体を加速させて発射するもので、弾体は、マッハをはるかに超えるスピードを得て、強大なエネルギーでターゲットを破壊する砲なのです。もともと、レールガンについては、アメリカ軍、特に海軍が中心となって研究開発を進めていた経緯があります。アメリカ海軍が主体となって試作したレールガンの射出実験が2010年に行われ、その際には310.4kg の砲弾を射出することに成功しているそうです。その他にも飛翔している無人航空機、ドローンを撃墜するなど、試験で効果が実証されたので、アメリカ軍は、2016年までに、水上艦艇にレールガンを搭載し、2020年までに、洋上射撃試験を行うとする計画を公表していました。アメリカ軍は、仮想敵国から発射される弾道ミサイルや極超音速ミサイルに、非常に高価な防空ミサイルシステムで防衛するより、低コストで撃墜可能なレールガンこそ、将来的には、防空システムとみなして開発を進めていたようです。しかし、アメリカ軍が、レールガンを対艦、対地攻撃用兵器として開発を進めている間に、中国やロシアは、長距離を超音速で飛翔する極超音速兵器の開発を進め、それらの実用化に成功していました。アメリカ軍が築いた時には、その分野において、大きく遅れをとっていたのです。そこで、アメリカ軍は、開発に、まだまだ時間がかかると思われるレールガンより、極超音速兵器の開発を優先し、ロシアや中国に対抗するべきだという声が次第に高くなり、さらに、ロシアや中国の極超音速兵器の射程距離が大きく延伸されて、レールガンの射程距離を軽く上回ったと明らかになったことなどもあって、レールガンの存在意義が薄れていったようです。しかし、海軍は、実用的なサイズや性能を満たす艦艇搭載用のレールガン開発のため、2005年からのレールガンプログラムで、少なくとも2種類 BAE システムズ製及び、ジェネラルアトミクス製のレールガンを実際に製造、音速の約6倍以上の速度で弾体を発射できると陸上テストで実証しました。とはいえ、プログラムの目的である、肝心の水上艦艇に、搭載可能なレールガンのプロトタイプ開発については、何度も浮上しては延期されるというプロセスを繰り返したため、何度も計画打ち切りの噂が流れていたということでした。アメリカ海軍は、10年以上、
実用化に向けて研究開発を進めてきたレールガンの開発プログラムをアメリカの2022会計年度予算案に開発費を要求していないことが明らかになったのです。それをもってレールガンプログラムはすでに予算が付けられていた2021年度をもって研究開発を終了することになったというわけでした。さらにアメリカ海軍はレールガンプログラムで得たテクノロジーを流用し、水上艦艇に搭載されている5インチ艦砲の主砲弾より高速かつ誘導システムを組み込んだ HVP、超高速発射体弾の開発計画、ガンランチェド、ガイディッド、プロジェクタイル、GLGP を進めていたのですが、この計画も2022年年度以降における予算を計上しないと明らかにして、GLGP プログラムの研究、開発は終了したという内容の資料を議会に提出したそうです。と言っても、HVP 弾への再投資の可能性について、国防総省の戦略的能力室が進めている評価分析後に再検討すると説明しているので、評価分析によっては、開発再開への可能性も残されるようでもありますが、ここまでの状況を考えると、開発については、悲観的な見方が多いそうです。その理由ですが、迎撃困難とされている極超音速兵器の登場によって、水上艦艇による火力投射範囲が、これまで以上に拡張されるのが確定的となり、その範囲には、到底届かないレールガンや HVP 弾に資金を投入して実用化しても、極超音速兵器を持つ中国やロシアとの戦いで効果を発揮する機会が少ないと思われるからです。特に、レールガンに関しては、実用化時期のめども立っていないという状況で、国防予算の確保が厳しいとされる昨今のアメリカの経済力では、アメリカ海軍は、開発資金を供給し続けるのは不適当と判断したとみられています。こうして、アメリカが諦めたレールガンですが、日本の防衛装備庁は、低コストでの運用が可能な将来兵器として、レールガンの開発を進めていました。プロトタイプの試作に成功後、基本的な発射実験の成功を積み重ね、その結果として、現在は、実用化に向けた第二段階にステップアップしたと判断しているようです。防衛装備庁の技術戦略部技術計画官付総括班長防衛技官である松井氏は、レールガンについては、具体的に装備化できるめどが見える段階ではないが、注目の技術なので、速やかに実用化したいと、開発に意欲を示し、ここまでの開発が順調に推移していることを示唆したそうです。防衛装備庁が製造し、地上射撃試験などに成功したレールガンのプロトタイプは、方針である、レール全長が約6メートル、総重量8トン、口径は40ミリメートルと小さいですが、極めて、高速で弾体を射出可能ですし、試験データでは、その発射速度は、秒速2297メートルと非常に高速ということがお分かりでしょう。これは、マッハ7に相当する速度で、現在、海自護衛艦の主砲 MK45 の初速や、アメリカ陸軍の 155mm 榴弾砲 M777 の初速に比べて、3倍近い速さということです。弾体が目標に衝突した際の威力はかなり大きいと言えましょう。2023年10月17日には、防衛省装備庁と海上自衛隊は、海上自衛隊の試験艦アスカにレールガンを搭載して、世界で初めて洋上の艦艇からのレールガン発射に成功しました。また、防衛装備庁は、アメリカやヨーロッパでのレールガン研究技術を吸収するため、2023年1月から、研究職技官1名をアメリカ海軍の研究機関に派遣し、これまで研究に携わってきた関係者へのインタビューや設備視察などを実施したそうです。アメリカの研究成果をいただくというわけではないでしょうが、アメリカが正直に出してくれますかね？と疑ってしまうのは筆者だけでしょうか？それだけではなく、2024年5月30日には、フランスやドイツの防衛当局とレールガン技術に関する情報共有や意見交換を進めています。レールガンの開発研究に、防衛省は、2024年度、令和6年度予算に、研究費として236億円を盛り込み、早期の実用化を目指すそうです。